武田も川崎もともに三者凡退で抑えました。4回の裏、5回の表ランナーを両チームとも出すことはできませんでした。5回の裏ドラゴンズの攻撃は7番バッターの井上から始まります。川崎は4回まで43球です。3回まではいずれもランナーを許していた序盤だったんですけれども、4回初めて三者凡退がありました。ツーランこそ打たれましたけれども、川崎は総じて落ち着いている感じが受けるんですけれどもね。そうですね、はい、ツーラン山崎に打たれてからちょっと締めてますね、はい、ただ今シーズンは少し川崎は苦しんでいます。ここまでまだ1勝、これは意外な感じがするんですけれどもね。ですからその辺を踏まえてミニキャンプをやってきたわけですよね、はい、ですからその成果がこれから出るところじゃないですか。なるほど、ちょっと出始めた感じはあるんですけれども、さあ井上です。今日は7番に座っています。その井上は1回目の打席は見逃しの三振でした。ここまで2試合対戦がありますけれども、5打数の3安打1本ホームランもあるんですよね。はい、神宮で打ちましたよね、はい、あれは右中間へ見事な当たりだったんですよね。確かインコース低めのまっすぐだと思ったんですけれども、とにかく軽くて素早いスイングという感じで振ったホームランなんですよね。その頃は開幕から連続試合ヒットを続けていた井上、ただ5月は苦しんでいます。そしてそのホームランについて井上は、それはあくまでも出会い頭です、とにかく川崎さんはすごいピッチャーなんです、同じ九州で年齢差が1歳なんですけれども、その当時川崎は津久見高校で甲子園を騒がしていました。です、ね、ですから井上は尊敬の念すら抱いているんだそうです、うん、その当時は同じピッチャー同士でした。ボールカウントは 2-2 です。4月は絶好調だった井上、その時はその尊敬すらしているという川崎を打ち込んでいます。ただ1回目の打席の三振はちょっと嫌な三振でした。 2-2。 中さん、5月の井上はやはり先ほど話がありましたけれども、相手もだいぶ研究しているということが大きな不調の原因なんでしょうかね。そうでしょうね、まあ、いや疲れもあると思うんですよね。疲れもありますか。21試合という連続安打、それは神経も使ったと思うんですよね、はい、でそれにプラス疲れ、それに加えて相手も打たれたくないという気持ちで当然研究してきますからね、コース、球種いろいろ考えて投げてくるのは当たり前のことなんですよね、はい、まあ、当然バッターの方もそれを上回る努力が必要ということになりますけれどもね、でも昨年の実績から彼も相当自信つけてきて、速いボールあるいは抜かれたフォークボールとか対応する技術は持ちつつありますからね、はい、なんとかこれからもう一つ息を出すれば、またガンガン打てるような状態になると思いますけどね、ここは乗り越えるべき大きな壁です。 2-3、 自打球を当ててファール。立浪が5番に戻ってきて7番に座った井上です。ですから今のを見てもフォーム自体の乱れはそんなにないんですよね、はい、軸もそう崩されないで打てるようになってますから、ね、おお、これはあーバット回ったということになりました。2打席連続三振。今のボールには我慢ができませんでした。今のボールまっすぐのようで変化してるんですよ。変化してますね。ちょっとシュート回転与えるんですよね、はい、このボールがいいボールなんですよね、これが戻ってきましたね。ああ、
川崎本来のボールになってきたわけですね。そんな感じしますね。はい、井上を三振に取りました。2打席連続三振。そして中村、確かに去年の最多勝は今のシュートボールというのが非常に有効だったんですよね。はい、力になってましたからね。そしてそのシュートの有効さを教えたのがタイガースで指揮を取る野村監督だといいます。まあ、いずれにしましてもゲームは4回2対2、はい、5回以降ですよね。ですね。2人のピッチャーがどう粘り強く耐えて投げていくかということになってきましたね。はい、共に三者凡退のイニングを作りました。中村追い込まれて2エンド1です。共にドラゴンズもそれからスワローズもヒットの数は4本ずつ、奪った得点も2点です。これもちょっとシュート回転で入ってきました。あ、やはりシュート回転してます。しかも速いです。スピードもありますよね。このシュートは右バッターは苦しい。川崎も調子が上がってきました。これもシュート、バット折れた。ショート宮本、2アウトです。中盤以降確かに安定してきました。あ、これもシュートかかってます。キレが戻りつつあるという投球内容ですよね。そうですね。さあ、いよいよ川崎もエンジンがかかってきました。武田との投げ合いが中盤以降面白くなります。そうなるとまさに昨日もサムソンとハッカミーの粘り合いで、今日もそういう形になりそうな雰囲気を中盤以降は醸し出してますね。そう見ていいんじゃないでしょうかね。はい、まあ、それだけ2人とも心に期すものがあるというとおかしいんですけれども、ちょっと勝ちがなかったですからね。はい、まあ、武田の方はこの前ラッキーな勝ちを一つ拾ってますけれどもね。横浜戦で途中退いて逆転してもらって勝ったというのがありますけれども、やはり2人とも勝ち星という点ではまだ物足りないと思ってますからね。はい、バット回ってこの回も3人で攻撃を終了しています。さあ、投手戦中盤以降面白くなります。